え、あ、ママ忙しいの今日。お使い？一人で？いやー、ちょっと僕も今結構忙しくて、まあもうちょっとご覧いただける通り、もう僕のさじ加減一つでウルトラマンが死ぬかどうかの瀬戸際を迎えている。カレーに入れる？野菜がない。で、このままだと夜ご飯が作れない。あー、まあ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 、じゃあまあじゃあ今日はいいよ。夜ご飯いいよ。うん。なんかまあ、正直さ、まあ、ちょっと最近疑問には思ってたのよ。なんかこう、毎日毎日、こう、来る日も来る日も、何の疑いもなく、こう、ご飯を、夜が来るとご飯を食べるというのは、果たしていいのだろうかと。いや、行きたくないとかそういうことじゃないんですよ。だって買ってきたらママ作んなきゃいけなくなっちゃうじゃん。まあ、そもそも、一人で行くということに、ママが想像する倍以上のリスクが伴うと思うの。まあ、まず初めてのお使いということになるので、まあ、間違えると思うのね、いろいろ。うん。無理無理ね、ちょっと最初いきなりポーンじゃなくて、何かこう段階的に一緒に行った時に一人でこう探してきてごらんみたいな、そう、なんていうの、中間 OJT みたいなのがないと、確実にちょっとやっぱり何かしらのこうヒューマンエラーが起きると思います、そこは。うん。で、僕ももう、やる以上はやっぱりちゃんとした成果物出したいなっていう気持ちがあるから、いきなり初めてで、はい、はい、って言って、それはちょっと、あんま好きじゃないですよね、やり方は。あ、それも、愛嬌というか、親としては間違えて、まあ嬉しいみたいな。ああ、まあまあでもそれはちょっとなんかまあ方向性が違う、なんかまあそちら側のエンターテインメントみたいな話になっちゃうんで。いや、私はだって買い物頼まれまして、間違えたものをもう買ってくるなんていうの前提でやりません。失敗前提で子供はやりませんから。それにまあ年のせいだからね、もうちょっといろいろ物騒だしさ、今。もう、ちょっとそもそもえ、なんでこんなに今日人いんの外。いや、ちょっとこれは尋常じゃないよ。え、何なんか不自然な形の工具箱を持ったおじさんとかがいっぱい、これちょっと普通ではないですよ、うちの近所が今日。今日はね、本当にやめた方がいい。もう第6巻がいってる。第6巻どころじゃない。1巻、2巻、3巻、4巻、5巻、全巻がいってる。今日は買い物に行かない方がいい。初めてのお使いに最も適していない。なんか起きた時にやっぱお互い嫌な気持ちになるから。うん。今日はやめた方がいい。え？好きなお菓子を買ってきてもいい？あ、食玩みたいなのでもいいですか？あー。まあまあまあ、そうするとなんかね、ちょっと、なんかそれ目的みたいになっちゃいますけど、じゃあ、わかる、じゃあ、まあ、行きますよ。行きます、逆に。うん。わかりました。何を買って、人参と、じゃがいもと、玉ねぎ。じゃあ一応ちょっと2万ぐらいもらっといていいですかね。いや、なんかこんぐらいのフィギュアに、こんぐらいのガムがついたやつとか、買いたいんで、2万っす。